アルナマでのプラン、まあ、相手サウスポーでどういうことでゲームプランって組み立てとか相手もパワーもあるっていうのかパワーとかもあるっていう人なのでそれに我慢してついていこうって思ってたんですけどその我慢する前にミスする感じでできないあのスマートだと思うんですけども、ね、もし要因というか、今のこちらのことだと思います。やっぱり、ちょっと膝もあまり良くなくて、練習もこう、うまく追い込めなかったっていうところもあってちょっと不安があったんですけどそういうところがちょっと試合に出てきちゃうかもしれないです右膝はあれですかもう夕方にときも痛かったそうですねもうだいぶずっと痛いんですけどカレのようなものは少し気持ちの部分に疲れがあったかなって思うんですけどそれはみんな一緒なのでそれは自分で切り替えていかないといけないなと思います昔からのことだと思う。去年痛めて一回良くなったんですけど、最近また痛くなった。多少踏ん張りが効かないとか、その動きの面でちょっとっ。そうですね。うまく力が入らないっていうか。なんとかじゃあ今日もやってて感覚的に拾えそうだなっていうのもちょっと追いつけなかったりとかして感覚的になんかどこかで変わってしまってるのかもしれないんですけどそれを言い訳にしちゃいけないと思います。来週、再来週の試合が続くんで痛いなりにどうやって試合をするかっていうのを修正してできたらいいと思います。